今回はお風呂で使っているこちらの桶がだいぶ汚れてきましたので、その汚れをこちらのダイソーで購入しましたシンクの水垢汚れ落としを使って綺麗にしていこうかなと思っております。ではまずはじめに汚れ具合をお見せしますね。底の部分はそこまで汚れていないんですけれども、この横側といいますか側面ですよね、ご覧の通り黒い汚れがぐるーっとついていますけれども、これはまず石鹸カスが最も多い汚れだと思いますね。そこにぬめり汚れがついていて乾いている状態だったり、黒カビもありますよね。このポツポツとある黒い汚れは黒カビですよね。なのでいろんな汚れが混ざってると思います。でも特に多いのがぬるぬる石鹸カスですね。ザラザラ石鹸カスもついているかなといった感じはしますけれども、ぬるぬる石鹸カスの方が多いと思います。というのも我が家では家族全員体を洗うときに石鹸を使っていますので、桶に石鹸カスがつきやすいということになりますよね。裏側はこんな感じ、ぬめり汚れと少し黒カビもありますし、石鹸カスもありますね。それでは手袋をしまして掃除の方に入っていきます。ただこすって落とすというわけにはいけませんので洗剤も使います。そこで使う洗剤はバスマジックリンエアジェットですね。鬼滅の刃バージョンですけれども、中身は普通のバスマジックリンエアジェットです。ではまず吹きかけて、はい、スポンジで洗っていきますね。まずはちょっと軽めにほんの少し力を加えた状態でスポンジ洗いをしていきます。でも軽く力を入れただけでは汚れが落ちていってくれませんね。内側の方もまずは塗り広げるような感じで洗っていきます。それでは力を入れてスポンジ洗いをしていきます。あ、綺麗になったような感じがしますけれども、どうでしょうか。ここ磨きましたけれども、まだ磨いてないところはこんな感じですね。このように持ってスポンジ洗いするわけなので力がそこまで入らない状態なんですが、落ちていってくれますね、撮影の関係上カメラに映り込むように持って磨いてるわけなんですけれども、普段であればちゃんと下に置いて力が入る状態で磨きますので、もっと早くより綺麗に落とせるような気がしますね。ほとんど落ちましたよね。ほとんどというか全て落ちたような感じがします。では裏側磨いていきます。落ちていきますね。最初に裏側にバスマジックリンエアジェットを吹きかけて、その後中を洗って裏の部分を洗ってるわけなんですけれども、少し時間が経ったこともあって落ちやすくなりましたね。バスマジックリンエアジェットは弱アルカリ性の洗剤ですから、少し放置すると落ちが良くなりますよね。はい、裏側もおそらくほとんど汚れが取れたと思います。あとここの横側まだ洗ってませんので、汚れはそんなについていないんですが、磨いていきます。はい、一通り磨き終えましたのでシャワーですすいでいきます。水気をマイクロファイバークロスで拭き取ります。はい、水気を拭き取りましたので掃除後の様子をお見せします。まずは一番汚れていた内側ですけれども、どうでしょうか。はい、だいぶ綺麗になりましたね、でもうっすらなんかちょっと残っているところもあるような感じがしますけれども、おそらくカメラ越しではわからないかもしれませんけれども、ちょっと残ってるような感じもしますね、裏側はほぼ落ちたといった感じですね。汚れが残っているというところは肉眼では確認できないですね。横側は最初からそんなに汚れてませんでしたけれども、でもちょっとこの辺り汚れがありますね、
まだ内側がもやっと汚れているところがちょっとあるような気がしますし、外側もこの辺り汚れがありますんで、もう一度洗います。またほんの少し洗剤をつけて磨いていきますね。はい、2回目の洗いが終わりました。少し綺麗になったようにも見えますし、あまり変わっていないようにも見えますけれども、はい、こんな感じですね。だいぶでも綺麗になりましたよね。もしかしたらちょっと汚れが残っているように見えたのは影の影響かもしれませんね。こう影が入りますからね。外側はこんな感じですね。綺麗になりましたね。1回目と2回目の終わりでもしかしたら変わらないように見えてるかもしれませんが、ここまで綺麗にすることができました。ということで今回はダイソーのシンクの水垢汚れ落としを使って、お風呂で使っているプラスチック製の桶の汚れを落としてみましたが、いかがでしたでしょうか。実際に使ってみての感想としましては、そこまで強く力を入れてこすらなくても水垢を落とすことができましたので、研磨力が結構高いスポンジだなぁといった感じがしますね。とはいえこの桶プラスチック製じゃないですか。傷がついているということはありません。ただこのプラスチックは目立たないような表面をしてますので、表面仕上げのような感じのプラスチックですとどうなのかなといった感じは実際にやってみないと判断つかないところはありますけれども、こういった感じのプラスチック製であれば問題なさそうですね。この間は IH クッキングヒーターの天板にこびりついた焦げ落としに使ってみましたし、今回はプラスチック製の桶についた石鹸カス落としということで、今後も特にお風呂の水垢とか石鹸カス落としにいろいろ使っていこうと思いますので、今後の動画もぜひご注目ください。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。